皆さんこんにちは。今回 J トークライブで宮沢ミシェルさんとご一緒させていただくことになりました。フリーアナウンサーの日比野真理と申します。普段は J リーグのピッチサイドリポーターをやったり J リーグのハイライト番組の司会などをやらせていただいております。私もいろんな現場にもう10年ぐらい J リーグの現場に行ってるんですけども、そこでいろんな情報を得てきています。で、出会ったのももちろんミシェルさんとはその J リーグの会場なんですけども、普段から皆さんご存知の通りミシェルさんのサッカートークは熱いです。でも今回はよりもっともっと熱くするってずっとねおっしゃっていまして、私も今回かなり楽しみにしてるんですね。で、打ち合わせがある中でもほとんどが打ち合わせをちょっとだけ、ほとんどがサッカーの裏話とか、こんなことなんだよひびちゃんとか、いろんな話を聞かせていただいているんですが、それが皆さんの目の前でご披露できるって本当に楽しみにしております。これから手作りでということですので、どんな風になっていくのか私も本当に楽しみにしていますし、私が持っている小ネタとか裏話とかそういうものもご披露できればと思います。で、普段ですとその解説の方とかゲストの方の話をストップする役割でもあるんですけども、今回はそんなことしません。もう野放しに自由に皆さんに喋っていただければなと思っています。皆さんのそういったサッカーへの愛情なんかも感じられるこのトークライブになると思います。私も楽しみにしておりますので、皆さんもぜひ会場にお越しください。お待ちしております。